第2巻は9度目の正直です。加藤先生、9度目の正直とはちょっと聞き慣れない言葉ですけれども。そうですね、9度目っていうのはですね、はい、タイトル戦挑戦者とかね、あと決勝戦に8回出たんですよ。で8回全部負けちゃったんですよ。最初はリン、本因坊に挑戦された、ね、第1巻でやった、あれが初めての挑戦で、挑戦ですね。それから8回それからチャンスがあったんですけどね、全部ことごとく負けまして。でも決勝とか、タイトル挑戦まで行くまでは全部勝ってるわけですから、大変な勝率なんですが、結局精神面が弱いんじゃないですかね。いざあと 1局っていうところで、それでやっぱりここで、決勝戦とかね、ここで優勝がかかるとか、そうなるとやっぱり、なんていうか自分でこう意識 しすぎちゃってね、プレッシャーが、プレッシャーかかっちゃったという。やっぱりすごく成績が良くても結局はやはり辛いでしょうね、上で負けてしまうというの。で結局プレッシャーに弱いっていうのは結局自分の子が打てなくなっちゃってるんですね。はい。でそういう苦難の時期もあったわけですが、その時の碁では選んでいただいたのをお願いいたします。はい、坂田そうですね、先生ですか。この坂田先生に挑戦したのは、タイトル戦で4度目ですか。それは決勝戦とか他のいろいろタイトルを取るチャンスがあったのが4回目、4回目、坂田先生とタイトル戦というのはどうだったんでしょうか。これも初めてなんですけどね、坂田先生とは。これは日本棋院選手権戦というんですが、そうですね、現在の天元戦になるんですか。そうですね、この頃ね、星打ちやり、昔は僕はもう本当は雲木一辺とだったんですけどね、でもだんだん少し変わってきて、もちろん戦いが好きですからね、でやっぱり星打ちで模様を張ったりね、する方がちょっと有利かなと思って。このは加藤先生先番なんですが、そうですね、じゃあこの頃から星打ちを、星が、だいぶ増えましたね。かかって白も、これもちょっと真似語ですね。真似語ですね。坂田先生に真似語されるとは思わなかったんですよね。真似語と言いますと藤沢芳生先生、そうですね、藤沢芳生先生はもう大体特許みたいなもんでしたけどね。はい、この辺もずっとそうですね。これはもうオーバーオーバーですね、お互いに。失礼しました、こちらですね。そうですね、はい。今こう守りましたけどね、はい、これねやはり両方に、開いてますよね。この時に弱点ってこう三三に入る手がなかなか抑えていいか迷ってしまいますね。迷うですね、だどっちかを抑えていいか迷うってことは三三がなかなかいいってことなんですね。これはでも三三に入るいい目安になります ね。 そうなんですね。相手が迷う時はタイミングもいいという、だからこういうふうに張った時は三三入るのが嫌なんで、早めにこう守るんですね。この場合どちらなんでしょうか。そうですね、この場合ね、例えばこちらも星から来てますよね、隅から、だからこちらの方が地になった時には大きいという。ここは、こっちの隅は白がいますよね。そうですね、で白も同じように守りまして、でそれでここですね、これに対してこちら、本当に真似語が続いておりますが、これ真似語っていうのはねされるとね、例えば黒がねちょっとでも変な手を打ったら、白は変わってくるんですよね。何も考えないでついてってるわけじゃないんですね。じゃないですね、やっぱり必然のとこ打っていかないと、真似してくるからって言って、変なとここの辺打ってたらね、これ真似してくんないですからね。じゃあ黒の方もプレッシャーがかかるわけですね。そうですよ、黒の方結構かかりますよ、ちょっと疑問詞を打てばね、当然相手はもうそれを咎めてきますからね、もう真似してくれないですから。ここで変わったわけですか。ここで、でこれねあんまり白もずっと真似してね、例えばこういうふうにやって、でまた黒をこうやる、でまたこういうふうにやる、そうして真似していくとね、例えばこういうふうにやるって、これは真似できませんね、でこういうふうにだんだんこう固まってきて、こう天元に打たれたりして、あと白は困る時あるんですね。
あ、あんまり白も真似はしにくいんですよ、最後までは。タイミングよく天元に打たれると困ってしまうんですね、それで白も変化したんですね。はい、この手が変なんで変えたわけじゃないんですね。あ、はい、この辺が潮時っていう感じだったんでしょうか。ね、これはまあ気合いですね。はい、でこう荒らすをつけて押さえるのはよく打たれる筋ですけれども、大概つなぐことが多いんでしょうか。ただつぐにしても切り一本入れたいですかね。あ、そうですか。こう打ってつげば普通ですけどね。はい、そうするとね、ここへ来て、これは主張は、この場合ね、主張悪いんです。逃げますね、黒がいいですね。でここにね、黒にちょっと心配したんですよ。あ、これはどうなんでしょうか。上から取れないんでしょうか。でこう、はい、困りました ね。これこうやって取られたらダメですね。はい、これはもう伸びる一手ですね。はい、もう取られてしまうとバラバラになってしまいそう。じゃこれでも全然これは悪いわけでもないんですけどね。でこう羽根ぐらいですか。ここのあのもうこうは大したことはないんですか。いやいや大したことありますよ。やっぱ抜いていくとね。はい、でこういう形にもありますけどね。ちょっとここさばかれちゃうかなと思ったんです。ああ、こういう変化も考えられる、ね、そうですね。はい、ここに割り込む手が大手なんですね。割り込んだ時に下から打ってるんじゃいけないんでしょうか。下から打つとね、はい、これ打ってあります。こうやって、あ、はい、ここに伸びて、でここで例えばどっちか継ぎますよね、これ。はい、そうすると今度例えばこうやって、これは取られてしまったんですね。これ下駄ですね。はい、これはまあ終わりですね。あ、どちらにしても、筋があるんですね。そうですね、さばきの筋になっちゃうんですよ。こういうのはまあ坂田先生さばきが得意ですからね。はい、切り打ってつなぐとそうなってしまうの で実戦加藤先生はここ、そうですね、これはこれが頑張ったですね。頑張、はい、普通攻めるときはちょっ と, として、傷が怖いんですけれども、こうですか、これは切って取るといけないでしょうか。いや、切って取るとはありますけど、じゃあ今度伸びますね、こうやって。あ、ここは生かしても、上で黒が打てるわけですね。そうですね。で、切らずに単に押さえまして、はい、こうですか。先に当てたのかな。羽根が先ですね。はい、で当てですか。ここでね、黒はこう曲がってるぐらいが普通でしたかね。あ、これは継がないでも、でこれ、あ、先ほどと同じように生かして上で打つ、そうですね、ということですか。はい、で例えばこういうふうになってね、はい、でこれ、そこでこの辺にやってあげる。その辺がすごくいいとこなんですね。これやっぱり一応ね、厚くなりましたから、はい、真ん中が大きくなりますね。はい、実戦はここをつないだんですね。そうですね、ちょっと強情だったですね、これ。なんとなくこう全部取ってやるぞというような感じを受けるんですけど、ちょっと問題だったかもないですね、これ。殺し屋の名前をまた浮かべてしまいますが、ここでこうですか。だから ここまで来たらこれはもうこう越えなきゃなったんですね。これも取りに行っちゃうんですか。ね、これあのほらこう場合によってこう切りがあるでしょ。ああ、はい。上に出ていくんでしょうか。ね、どちらですか。例えばどうですかね。こうですか。これだったらまあこうとか。はい。これは出ていっても、出ていけばね。で今度ここが残ってますからね。ええ。ちょっと心配ですね。それかこういうふうに石が来て、あ、ここから出ていくんですね。こうやって出てた。そしたらね、ちょっと一本ここ、こすむんです。あ、ここでこすむんですか。これでちょっと泣きますよね。これはつなぎますと、そこへ継ぐとね、一本こう
ピンとこうやってくる手があるかもね。はい、こちらにも一応出れそうですが、うん、これは切った方がいいんでしょうか。切りは伸びられちゃうかな。あ、ダメが詰まってますね、ええ、これね、例えば切って、はい、こっち切ってこう一目取れますけど、はい、これはまずいでしょうね。これはまたこれはまずいですね辛いですね、ここがいい厚みですもんね、はい、こっち固まっちゃったから、はい、でこっち出るんでしょうけどね、こう伸びて、あ、これはあるんですか。あ、そうですね、はい、で切ってこうかけつけ、この白は生きれないんでしょうか。いや、生きるかもしれないけどだいぶ苦しみますね、はい、これ辛い。こういう形で出ると良さそうなんですが、まだまだ攻められてしまうんですね。そうなんですよね、はい、実戦はコスミでした、うん、でこうなって、これはあのこちらから来られる心配はないんでしょうか。 あるんですよ、あるんだけど、こう打ってね、はい、でここへこう跳ねられて泣くんですよね。ああ、つなぎますとまたこういうふうに来られて全体が危ないんですか、ええ、そうですね、はい、ここつかなきゃないでしょ、はい、こうかなんか、これちょっと嫌ですね、怖い、はい、うん、あ、怖いんですね、うん、で、押さえに対してはで こう中で生きるぐらいなんですね。で、すね、はい、でここで、うん、ただね、ここでどうもお互いにちょっと見損じしててね、はい、僕もこんなもんだと思ったんですよ、で、まあ一応先手取ってて、そしたらね、白ね、ここへこう押さ、またハウトあったんですね。あ、これは守った後手はないんでしょうか。僕は手はいると思ったんですよ、そしてね、こうへつけてったらと思って、あ、もしこれで白がどこか打ちますと、ね、つけて伸びて、で普通ですと、まあ、こうつぎますよね、こうやって、はい、でこう跳ねて、これで、あ、五目中だと思ったんです。これはこうやって、曲がって、あ、曲がりですか、でこうやって、これ五目中だ、後でダメつまるとこ当てなきゃですね、はい、あ、その時つがれちゃって、死んじゃいました、ところがね、でも継がないでこれコスむ手があったんですよ。あ、つけて抜いた時にコスミ、あ、こんな手があるんですか、でこれは切っても切ってもついで跳ねても、はい、曲がってて、ここ入れませんからね。あ、はい、でここに三目取ってて、ここに目ができるから、あ、生きる手、コスミ上手い手なんですね、当時のね、藤沢宝斎先生がね、はっきりあんまり言われましたね、押さえた後手を抜いても生きてるよと。そう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 、あ、両対局者を気が付いてなかったんですか、まあ、僕があの見損じするのは分かるんですけど、坂田先生も見損じしたらですねいや、坂田先生はこういうところは見損じしないんですけどね、大体が、あ、しのぎの坂田と言われてますよね、ここにこれどうしてか大変かというとね、こう打ってますとね、はい、次にこう取る手がね、はい、今度つけてもこれ先手でしょ、はい、ね、今度飛んでいく手がこれですとね、ここへ押さえてもこうつけられてね、これは黒先手で締め付けられますね、ちょっとこれとこの交換なんですよ。あ、なるほど、ここ丸々損しちゃってますね、もう問題なくこっちの方がいいですからね、働きが、はい、ここ大変なんですよ。で、駆けついた時に、まあ、取られる手は残ってますが大したことがないということで、それからはね、それでこう、はい、これは随分大きく感じますそうですね、一応まあここに回れましてね、これまあまあかなと思ったんですけどね、うん、この辺はじゃあ黒がやったという感じだったんでしょうか、はい、そうですね、一応成功したかなと思って、はい、でここにつけて、でこれ回り打ちましたかね、あ、はい、で、跳ね出しですか、
れでこっち。あ、それか、それ打ったんだね。それは、ええ、はい、これはなんか僕は打ってもらった時はありがたいような気がしたんですけどね、うん、あ、曲がりはちょっと後みたいですね。そうですか、はい、跳ね、あ、つけて跳ねて割り込んで、次の、ここで曲がりでしょうか。際どいことだ、はい、この手順が難しいんですが、いろいろ関係があるところなんですか、うん、いや、これ今すぐ 打たなくてもよかったかどうか、打たなくてもよかったんでしょうけどね、まあ、気かしかどうかという、まあ、これは気かしですね。あ、気かしなんですか、そうはないんですけどね、はい、そしてここなんか取りに行くのかなと思ったんですけど、うん、まあ、3目取るとは小さいですよね、取りに行く手はね、はい、まあ、出れば3目取れるかもしれないですけどね、はい、で、いや、実戦はこっちからだったね。あ、こちらから出たんですね、でもこれちょっと頑張りすぎてこれぐらいでよかったですね。あ、これはどうなるんでしょうか。で、こうやってこのぐらいですか。そうそうそう、で桂馬ぐらい、あ、はい、白逃げましたけれど、だけどもここはポン抜きましたね、ここはもうほぼ地になりますから、はい、これは黒がいいでしょうね。あ、いいですか、この良かったですね。どうも実戦もっと加藤先生は厳しく欲深いから まとめてやろうかと思って外から当てられて、うん、これ取れるんですか。いや、取れっこないですね、これは、そしてで、そうですね、ここはちょっと黒も次が怖いんですけれども、そう、次の今度これが嫌なんですよ、こう打ったら普通こんなもんですからね、はい、で、こう下がりが効いて、例えばこの辺剣みたいな、危ない気がしますね、うん、これも別に取られることはないかもしれないけども、例えばこうやってね、ここへ切って、こうやってここへこう、あ、そっち側に行くのがいいんですか、うん、でこうなって、はい、これどんどん締め付けきますからね。あ、全部効くと随分白厚くなりましたね。そうですね、はい、いろいろ薄いから、はい、これは嫌ですね。で、こちらに来た時にここで守ったんです、そうですね、はい、そして切りを打って、でですか、うん、ここでもうちょっとほぼ目ですかね。あ、まだここだけで部分的には目はないんですけども、はい、ちょっと取りに行くにはね、まだね、取りに行きそうもないと、こうなんか黒の中で生きられてしまったような感じがするんですけれども、そうですね、ただまあここも少し固まりましたからね、はい、でもこれでまあこれからの碁ですかね。あ、これからです、はい、で、こちらですね、今度は白の方を荒らしに、そうですね、行ったんでしょうか。で、コスミツケ、うん、そのコスミツケがね、ちょっと白問題だったんじゃないか。あ、そうなんですか、これはね、やっぱり一応ここに来ましたからね、はい、白はこちらにこう滑って、あ、はい、これは守りぐらいですか、そうですね、それ例えばこう、例えば下がりを打ってても、やはりこの白をね、まあ守ってるのが一番良かったんじゃないですか。あ、のコスミツケも先手で打てそうな気が一瞬するんですけれども、そうですね、ただここ黒こっちこう ほぼつながってますからね、はい、だからこの黒を攻めるってことはほとんどないですから、あ、はい、ところがこれはこっちが来られると この白がね浮き上がりますからね、はい、キューバーだったんです ねこれを同じ一本で、そうですね、先手が取れる形なんですね、まあ、例えばこのコスミツケとね、はい、コスベルテと同じ地の大きさでしたら明らかにこっちはいいんですね、はい、これは攻められちゃうから、はい、地だけじゃなくて安心するわけです ねこの白石がね少し弱くなりますからね、で、コスミツケに一本 で、ここがいいところだったんですね、うん、これはやっぱり一応地を稼ぎながらね、はい、この白に対してちょっとプレッシャーがかけてますからね、はい、こう両方こすんで面白い形ですけど、これはよくコスミつけられると下がったりここに打ったりしちゃうんですけれども、こうちょっと外すっていうのは、そうですね、これもいいんですけど足遅いですよね、これ。あ、
はい。そうすると今度こっちに働きないですからね。はい。まあ、白で出てきますけど。ええー。うん。これもこうやって。はい。これでもしこちらに白が打つとどうなんでしょうか。こう滑りますからね。あ、はい。だいぶ目が、うん、だいぶ違います。ええ、で、こうやってここに来た時に、にこの手は厳しい手ですよね。ええ。で、ついて。これでも渡られてしまうとちょっと白も辛い気がするんですが。そうですね。こういうのはあの。これでももう下跳ねて渡ります。あ、これでも渡っちゃうんですか。ああ、突き出しても。でしょ。はい。でここにこう当てて。根拠がなくなってしまったんですね。これ全体で攻められますかね。はい。まだこの辺効いてますからね、これ。完全じゃないからこれ。あ、はい。絡みになってしまう。絡みになってるね、これは。ちょっとここはやっぱりいい担ぎでしょ。はい。効いてくれないんですね。で、この時次、そして跳ねる時にここに打って取ったんですね。そしてこうですか。この辺はやはりまだまだ両方狙ってるという感じですか。ええ、まだね、まだこの白も目ないし、はい、これもまだ黒から打てば目がないですね。ああ、はい、白はまず切りですか。うん、これ調子を求めてこられたんですね。調子というのは、しかしこれ良かったかどうかね。少し持ち込んだ意味もあるんですけど。あ、はい。猫、うん、で、ここに厳しい手ですよね。そうですね。ここで一応この白も目がなくなったんですね。はい。でここはね、これも頑張って。こう関係。こう絡みですか。そうですね。はい。はい、ここで坂田先生は打ち込まれて、すごいですね。もう私見ててびっくりしてしまったんですが、まだこれもこれも安心してない。普通だったらね、もうこの石がとりあえずはっきり目がないですからね。はい。こうに仕掛けるのは今すぐダメだったら、なんか慌てて一気に行きたくなる。一気になりますね。ええ。それが普通なんですけどね。それはほっといて、これも簡単にはしないだと。だから黒もね。はい。こういうふうに謝れるようになっちゃダメなんですね。これだと、これでもまだこうやって本コウですからね。だから黒はもう絶対このコウは頑張んなきゃいけない。で白もね、ここをつぐようじゃもうダメなんですよ、これ。あ、両方打たないで。これはもうこれ、例えばこうやって押さえて取るか、はい、こっちから取るかね、はい、しなきゃいけないんです。黒の方もここのコウはあくまで頑張って。そうですね。うん、ここはもう焦点ですね、これが。うん、でそこ坂田先生らしい、坂田先生らしいですね、感じでしょうか。もしまたしのぎがうまいですからね。はい、まあ、しのぎ自信あるんですよ。はい、そのツケもちょっと分かりづらいんですが、どういう狙いなんですか。これね、例えばこっち打てばね、ええ、ほぼこっちは逃げないと思うんですよ。はい、その代わり例えばこういうふうに来て、はい、今度このコウに行く予定だったんじゃないですかね。あ、コウ材で使おうということですか。そうですね。うん、でツケに対してその受け方も、うん、これはやはり一応黒はこの白石を、まあ、狙ってるんですね。はい、こっちの方が物大きいですからね。はい、多少この辺が少し荒らされても、ええ、この黒石白石を取っちゃえばおそらくいいと思ってました。まあ、ここでもコウのことを考えながらだと思うんですが、はい、これなら比較的コウ材が少ないということですか。そしてまあそれとこの白がね、なんかしのぎきたときにここがこう厚くなればね、はい、ええ、あ、いろんなことを見た受け方ですね。そうですね。で、こちらをそろそろ、ここは黒はちょっと怖いところなのかなと思ったんですけど、緩めて打つんですね。これですとなんか単純にここの切りの具合でね、はい、変えたくなりますが、
とこの辺がこう入りますからね。はい、ここへ行くと切られちゃうから。あ、はい。で例えばこっちに継げばこう取って、ね、そこで切られるとつまらないんですか。そうですね、これ先手ですからね。でこうやって取られて、はい、これ隅いい木ですよね、先手で。これ辛いですね。で、ここ緩めて、これですか。そうですね、はい、跳ねでしょうか。跳ねて、でここつながるんでしょうか。これは、これね、黒もね、これやっぱりこう下がりが来てね、こう桂馬滑ってこられるのも嫌なんですよね。ああ、ここの黒の問題にもなるんでしょうか。はい、そこですぐに行かないってこうやったんですか。はい、で、来てたんですね、これなんか取られちゃいそうな気がするんですけれども。取りね、取るとこっちへ跳ねてこられるんですね。はい、こう押さえですか。こうこちらは抜かせられないです ね。これちょっと嫌ですかね。あ、こっちをこう、何でしょうか。こうですね、こうですけど、まあこっちへ押さえかなんかって。はい、押さえもあるし、ちょっと嫌ですね、これね。あ、抜かれた時点で。あ、はい、もっと厳しくね、切った時に貼って、でこうやってまた貼って、こうやってですか。はい、でこう、そこは攻め合いは黒が勝ってるんですか。1、2、3、4、5手でね、1、2、3、4手ですから、はい、黒が取れてるんですね。で、これで白も一応つながったんですね。ここがここの白はすごく怖い手だったんですが、全部つながって生きると、だいぶ荒らしたような感じを受けますけれども、荒らしたんですけどね、はい、これまだここの割り込みの具合があるんですよ。だこの辺が効いてるんですよ。あ、手に放っておくと、こうに来てね、手に放っておくと、割り込まれて、はい、こうって、どうですか。これは聞いても、聞いてますけども、ここが見合いなんですね。そう、ことが見合いですかね。はい、これが聞くと、もし受けてた場合に、こちらの白が危ないんでしょうか。そうですね、はい、だからね、この白がね、外出ていけないんですね、この辺コツミ聞いてるから。あ、そうすると本格的にコウが、そうですね。ただね、黒もね、ここを解消をね、はい、しにくても ないことはないんですけどね、はい、白に打たしてから解消したい気もあるんですよ。あ、はい、難しい駆け引きが、ね、はい、この駆け引きは後でまたゆっくり、ね、教えていただきたいと思います。これはありました、ここに打って、それからこれ、しかしこんなもんでしたね、どうもよく書いてみたら。ああ、これは詰めたというのはやはり先ほどの、ちょっと霧が入るとね、はい、割り込みみたいな手が残ってたから、はい、打ったんですけどね、あ、今ならこんなにいかなくてもって感じですか。でこれに対してこうやって、この碁はね、やっぱこの甲が、やっぱ焦点なんですよ。はい、だからやっぱ甲立てがやっぱ強くしておかなきゃいけないですね。甲に強く、そういうとこ、ここが甲立て違うんですね、はい、これでしたらね、甲立てあんまり効かないですから、こちらに。はい、でここ次ですか。これでつないで、ちょっと不思議だったんですが、出てこう大きくなって取られてしまったような感じがしたんですけど、これはね、
まあ、捨て石っていうか、はい、味をつけて捨てればいいんですね。どうしかというと、何か味があるんでしょう。例えば単にね、過ぎますとね、これポンと抜かれますよね。はい、ね、そうするとこれもう高立てが少ないんですよ。ああ、それとあんまり味がないんですこれは。はい、ところが今のはね、まあ、こうなって、この辺でも常にこのコウのことを考えてるんですね。そこで抜きましたね、これ、はい、いよいよこのコウが、まあ、コウというのは随分力が現れると言いますか。そうですね、まずコウはですね、このコウがどれくらいの価値かってことをね、はい、やっぱまず計算しなきゃ、判断しなきゃですね、形勢との兼ね合いもそう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 あるでしょうし、でこれだったら大体、まあ、30目以上ですよね、はい、こう取れば、はい、まあ、価値かもね、30目以上ってことはやっぱり、白はねやっぱり20目以上の手を打たなきゃいけないですよね。はい、と言いますと、例えばここを一手勝ちの、あ、一手、ま、あの黒が一手勝ちのとこですが、白から行くと取れますよね。そうですね、これがね20目ちょっと欠けるんですよね。あ、そうですか、そうすると合わないかもね。じゃあもうこういうところ白がコウ立てきたら解消してしまうんですか。解消しますね、これだったら。これだったら解消しても間に合いますから。はい、で、そこで今度白からコウ立てをしていくんですが、ここはこれはそれ以上の大きさということですか。そうですね、これは問題ないです。はい、もう文句なしですね。でこうして、ここはあのこちらのコウ立てなんですね。そうですね、ここに受けるんですね、はい、でただしね、このコウ今やってますけどね、はい、これ白からね、これ、まあ、黒が手抜いたとしても、これ白で解消できないんですよね。あ、もう一回コウですか。もう一回、はい、これ例えば継ぎますとね、ここへ抱えればコウって生きてるんですよ。これ取れるんですね、この一目が取れてますから、はい、そと次に今度これがあるから、こことここが見合いなんですね。そうそうそう、うん、ところがね、こっちに伸びてくるんですね、これ。あ、こちらの二目は取れるようですが、当たりして、でこう当たりして、そうすると今度こう跳ねて渡りいかなきゃ。あ、またこうですか、でこのこうはまた白もしんどいですからね。はい、一手で解消できないから、ここは一手寄せコウですかね。一手寄せコウ、じゃあ黒の方が割と気が楽な断コウというか、そうですね、コウなんですね、でここ当たりしたんですか。あ、ごめんなさい、黒が取ったところでしょうか。取ったところ、あ、白ですね今度。あ、黒が取ったところですか。あ、そうですね、はい、と白がコウ立てですか。ここに打って、ここに打って、取って、今度白がコウ立てします。そうですね、で黒もこういうのもやはり大きなコウ立てなんですか。これまた方向じゃないですからね、はい、抜けないから。こちら、黒もできるだけ解消しないで、黒としてはね、やっぱり方向になって勝ちたいんですよね。あ、一定速攻でこう解消するのはちょっともったいないような気がして。あ、はい、で、ここでこちらに打たれたんですが、そう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 、これはコウ立てじゃないみたいな。ないです、コウ立てじゃないけども、これもやっぱりあのこの一手はやっぱり20目近い価値がありますよね。はい、立派な荒らして、荒らして、で、白はここでコウに来た、ここで本コウです ね、 そうですね。でこれでこうやって勝った場合はここに打った分だけ得でしょ。あ、こことこの手を交換してることになりますね。そうそうそう、この交換です、大丈夫ね、これ、あ、これからは本気でこう勝ちに行くんですね。ですね、で、こうやって取ったんですか。で、こてたんですか。あ、はい。あ、羽は。あ、ごめんなさい、羽ですか。羽ですね、これ。あ、ごめんなさい、ここですね。あ、掘り込むか。はい。これはちょっと損耗なんですけどね。一目くらい。あ、放り子を白がこうやってこうやったのに比べてここを取らしてるんですね。そう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 。でもあの本当になるべく損耗を打たずに、損耗はしたくないですね、打つんですね。はい、
か。これもやはり鋼材なんですか。え、鋼材なんですか。これ鋼材。これやっぱりね、こう当てられちゃうときついですよね。いや、もうこの黒両方とも生きるかもしれないけども、ええ、なんかこう一応生きはありますかね。ちょっとはっきりしないか。やっぱり例えば次だと、はい、こっちにコスミツケ引かされて、あ、こちらの黒もありますね。ええ、境ですね。はい、でなんかこの辺に来られてやっぱ気持ち悪いですね、これ。あ、はい、うん、手は抜けないんですね、うん。このこう争ってる時にも大概は、ええ、あの目安は大体いけそうだという感じがあるでしょうか。ただね、黒はねこれ負けても、ええ、ここに打って打ってますからね、はい、まあ、ほどほどのこうであれば打ってるかなと思ったんですけどね、はい、うん、あ、でこうで当てた、ね、はい、で次これしょうがないですね、やっぱり先手抜きですもんね。これここ抜かれるとどこに受けなきゃいけないんですか。そうするとね、また次ここへ擦んできてね、はい、ここでも気持ち悪いのか、ちょっと、あ、まだ目を取っていくような感じがあるんですね、うん、そうですね。でこれも受けなくてはいけなくて、で次ですか。次ですね、はい、鋼材はまだあるんですね。どうですか。この鋼立ての順番というのもやはり気を使うものなんでしょうか。そうですね、まあ、なるべく損耗はしないように。はい、なったんですよね。なったんですか。でちょっと小さかったですかね、これじゃあ。あ、でもあんまりもう次こうやってなかったんですね、はい、だからこうだってばもうあとこれしかなかったかな、一応。それは効くんですか、ね、ただ黒もちょっと損耗だけどここへ打ち手はありますからね。はい、じゃそこを打っても白こうは勝てなかったんでしょうか、そうですね、はい、それでしょうがないんですね、これね、ここで覗きがまたちょっとね参考になる一着なんですが、ですね、はい、ここに打ってからここをや解消したんですね。でこうやって三目を取ったんですけれど、でこれは効いてるんですね。そうですね。後からじゃ効かないですよね。はい、でこれはもう黒が 大成功ですね。で大成功で形勢の方も、もうだいぶ黒が良くなったんですね。これが大きいからこの子を借りしましたからね。はい、でこの後まだ寄せが続いたんですけれども、結局は中押し勝ちということで、はい、で、まあ、坂田先生これは5番勝負ですか。そうですね、日本金選手権ですか、でこれでね2連勝してね、ええ、さあこれはいけるかなと思ったんですよ。はい、そしたらあとその後3連敗しましてね、負けてしまって、でやっぱりダメだったんですね。そうですか、でそう、まあ、挑戦して失敗されたのが8回、同じように続いてしまって、で、ね、でも一番これがチャンスだったんですけどね、中でも、はい、あと特にこう思い出に残る、そうですね、はい、では1曲目はこの辺で、次は加藤先生が29歳の時の、五星戦第1期五星戦の五番勝負の最終局ですね、2勝2敗で迎えた、最終局ということですが、大竹先生とですよね、加藤先生が先番で、黒番ですね、はい、大竹先生は加藤先生兄弟子に
なるわけですよね。兄弟子に挑戦というか、やはりあの追いつけ追い越せの勢いがあったんでしょうか。まあそう。今度中国流ですが、今まで秀作流2連生とやってきましたが、今度中国流と。まあ模様の碁を打つになってね。はい。加藤先生は割と同じ布石を長く打たれると伺ってるんですけれども、そうですね、何年か続くんですよね。この辺りの時代は中国流がずっと多かったんでしょうか。中国流はですね、あ、そうか、はい、中国流は戦いになるんですか。そうですね、2連戦と違ってね、はい、字にもちょっと辛いっていうかとこもあるんですよね。あ、模様を入りながら。あ、そうですか。項目ありますからね、これ、はい、字になりやすいという。はい、でもやはり主にやっぱり戦いが主ですね、これは。はい、この覗きに対しては、ね、繋いで打てるよりも働いてるんですか。ここにこう下がりましてね、はい、切りがあるんですね、何か。そうですね、そうするとこっち刺される、うん、これは甘いんですか。ちょっとこれが甘いかなってことですね。あ、はい、こすんで抜けて、一本道なんでしょうか。白もまあこれちょっと叩いて曲がらせたのはちょっと気持ちのいいところですね。はい、で入れ覗き、これは次では辛いんですか。ちょっと重くした打ち方ですよね。はい、これでしたらまあもう次はこっち打ちますからね。あ、これ一本利かしですから、はい、まあ、それを反発した手ですね。ですね、でこう回って、で、そうですね、一応黒もね、こちらに出ながら、まあ、この黒の安定をね測る。そして、白も入ってきますね。そうですね、入ってきますね。これがすごい手に見えてしまうんですけれども、うん、まあ、しょうがないですね、これもね。入られるのは、黒がこちらをつながらしてもここが狙いなんでしょうか。そうですね、まあ一応つながってもまだこの白を攻めれればと思ってね。はい、これは必要な手なんでしょうか。うん、ちょっとここ薄いですよね、これ。この辺にちょっとコツミ出されるのは。あ、はい、ちょっと心配なところですか。はい、それで、あ、割れすぎたですか。あ、ここですか。あ、これはもうちょっと後です。あ、でこれを利かして、で、あ、こっち打った。はい、ここはあのいらないような感じがするんですが、うん、覗きは必要なんですか。これね、ちょっとね気になったのはね、ちょっとここにこうつけてくるってちょっと気になったんですよ。あ、はい、これ押さえて、うん、でね、はい、こうやってこうやって、あ、そんな手があるんですか。こうですね、こうとか例えばこれにつけると。あ、はい、これちょっと心配だったんですね。こうやって切って、あ、こう打つと、こう切られますよね。そこ3目は取られると、やっぱり取られる可能性が。そうするとこの後ろ安定ですからね。はい、ちょっとこれ、まあ、後になったらまた効かなくなっちゃいますからね。はい、早めにちょっと様子見た。白もこれで解消して、ね、これ打ちにくいですよね、こうやって。あ、でこれはね強くなっちゃうんですね。今度飲むときはね、はい、固めちゃいますから。はい、で、こうですか。
中で息にいってるんですね。でここでこう当てた手が教師ですね。こういう切り違いはよく一方伸びよとか、まあ、そうですね、こう分かりやすく打ちたくなるんですけれども、白は、まあ、さばきですよね、これはね。はい。でも単にこれですとね、はい、こうなってですね、でこうなって、はい、切って、あ、これはなんか生きたようなそうですね感じがしますね。こうほぼ先手生きですか。はい、あ、まだ黒も受けなきゃいけないですね。これで生きですか。生きですね、これ綺麗に生きてしまうんですね、うん、切った時に当てを打ってから取り、これはどう違うんでしょうか、先ほどのと。今度は白ね、はい、こう切り一本ありますから、カケツイだと当てられますよね、これ。ああ、はい、大変ですよ、これ。で、スクワられちゃって。目形が違うんですね。これは今度後手行きになっちゃうから。はい。で、取ったんですけれども、これも隅で生きて。隅で行きましたね、生きたんですけども、はい、でここでも遡ってみるとね、はい、この手がね、はい、ひどかったんですよ、この交換 なければ。あ、随分持ち込みですね、これがね、この碁をね、まあ、左右するぐらいのね、結局これ敗着にもしかしたら近いという、その手が、ええ、大竹先生の手ですね。そうですね、これひどい損ですね、はい、それを打たずにつける方が普通だったということですか。これまあ5、6目ぐらい損してるから、まあ、込みの分は全部消えちゃったって感じですね。ああ、せっかく込みもらってんの、このトップの碁で込みの分って言ったら大変なんでしょうね。大変ですね、これね、もう敗着に近いというと、はい、だこれで黒優勢になりましたね。はい、そして今度は白こちらに、この辺はあのどういう感じなんでしょうか、黒の気持ちとしては。黒としては、まあ、あの軽く消せればね、ええ、だいたいここはちょっと黒大きいんで、ええ、いいんじゃないかと思ったんですね。ああ、その打ち込んだりしなくてもいい、ええ、ということですね。上から消しててね、はい、この切りは取られてしまってるんですが、ね、まあ一本、まあ、捨ててもってことですね。はい。ここで、ね、ここを出てったんですね。そうですね。両当たりになりますから、うん、取って。うん、ここでね、黒逃したんですよね、はい、ここで押さえなきゃなったんですね、これ。あ、ここは傷は大丈夫なんでしょうか。それ当ててね、ここはどんどん出ていきますか、続かないですね。ここで良かったですね、攻め合い。これも効いて も, でもこう打ってて、攻め合い黒勝ちですね。勝ってますね、はい、ここ大変だったんですよ。あ、で抑えに対して、まあ、切る手は今なかったんですが、白はこちらを取りに行けるんですか。そうそう、取り行けばね、これは取れますけどね、これはまあ次が効きましてね、はい、これも打たなきゃいけなくて、よく勝ちって、これは締め付けになってますから。あ、綺麗に決まってるんですね、これならもうはっきりしましたね、はい、ここで実践的ですね、そうそう、これはちょっと緩みましたね、少し手数が伸びたので。そうそうそう、伸びてるから効かないんですよね、この辺が押さえが効けばいいんですけどね、はい、締め付けが効かなくて、はい、でかけついて、そこはもう大きいですね、はい、最大に。で、付け越しで、ね、そうですね、でこうですか、
け越しになんとなくこっちから打ちたいんですけど、ね、そうすると、はい、まあ、切ってね、はい、でこう当たりして、はい、この取る次ですか、まあ、次ですね、はい、でまあこうやって、ここで黒番これつながってますからですね、はい、十分ですね。白こちらから打った方がいいんですか。そうですね、その方がいいですね。こうやってこうやって抱えたんですね、はい、はい、で白はここでなんか行かなきゃいけなかったんですね、これ曲げて、うん、こう打ってこう当ててね、ボリボリと、あ、よく見ると全体まだ怖いんでしょうか、そうそうそう、これは、つぐっと切れちゃいますね、こうですね、こうですか、抜いてでこっちでこう抜いてって、あ、これこうは頑張れないんですか、こうは頑張れないですね、これどんどん抜かれて切られちゃったんですかね、こう、はい、こうやってないですね、大きくてこれが、あ、白の方が花見こうなんですね、だからこうやって稼がれたね、これこう話されば生きてるんですけど、これ辛い方なんですよね、はい、そうするとまだ難しかったかもしれない、はい、それをこの辺は黒がじゃあ形勢は、そうですね、ちょっと白ここでいやこの辺じゃまたちょっと難しかったんですよ、あ、そうですか、ここ決めそうなったんで、はい、あ、ここ決めてれ、抑えてればはっきりしてたんですか、はい、で、そうそう、ここも大きいんですね、ちょっとそう緩みましたね、でもね、あ、白がやらなきゃいけなかったんですね、でこうなって、はい、でこちらですか、これで黒心配なくなったなくなりましたね、で渡ってでこれ今、ここはまだまだ入る余地があったんでしょうか、まあ、ここは入れば別にありますけどね、はい、切り1も取りなんかありますからね、はい、まあ大丈夫じゃないですかね、あ、まあ、でもここにそうですね、守ってね、これではっきり良くなったんですか、あ、もう紛れるところがそうですね、ここではないですね、そうするとやっぱこういうのが響いちゃったんですか、ね、はい、この後はどんな風になったんですか、これからまた、まあ、寄せはあったんですけどね、まあ、盤面で10目は黒がいいんじゃないですか、はい、あ、じゃあこの後しばらく打って、大竹先生の投了と、はい、ここでめでたく初栄冠といいますか、そうですね、8回挑戦されて9度目の正直の1局なんですね、これで5世になられたんですね、第1期5世、いや、もうタイトルは取れないのかと思ってましたけどね、あの最初林先生に挑戦された22歳からこの29歳まで、挑戦王とかって言われた時期があったと伺ってますけれども、この初めてのタイトルはどんなお気持ちでしたか。いや、ちょっとやっぱ信じられないような気持ちでしたけどね。ただね、この時にはね、五星戦は、大竹先生と打って、はい、十段戦はね、はい、林先生と交互に打ってたんですよ。あ、同時期に。同時期に。はい、それでね、確かね、これが2勝2敗で3勝2敗になった時はね、十段戦も2勝2敗だったんですよ。ああ、微妙なところです。十段戦もやはり5番勝負ですね。5番勝負で。はい、それで、ね、まあ、お二人も、まあ、目標っていうか、まあ、大先輩ですからね。先輩だから。あそこの大竹先生も、まあ結局ね、もうプレッシャーっていうかね、ただこう一生懸命夢中で打ってるって感じでね、かえって忙しかったのは良かったですね。まあ、あの私たちもあの連敗してしまったりとあのプレッシャーがかかる時があるんですけど、なんか脱出する方法とか秘訣はあるんでしょうか。いや、あんまり自分で変なこと考えない方がいいみたいですねどうもね、そういう一切忘れて、まあ、集中するのは、そうですね、だいたい自分から自滅してるのが多いですよね、負ける時って。あ、どちらかというと、はい、相手に任されるといればね、はい、その辺の精神面も大きいということですね、はい、そして、この碁で五星戦を見事取られた加藤先生は、この後他のタイトルも次々に取っていきます。その様子は次の巻でご覧いただきましょう。